婚するという話を聞いて、非常に喜んでいます。松本は在学中からいい男だなと思ってたんで、やっぱり案の定割と早めに結婚できておめでとうございます。またこっちいつでも遊びに来てください。雨でも用意してるんで、また食べに来てな。じゃあ、松本君、結婚おめでとうございます。何か披露宴会場は私が担任したクラスの、同窓会みたいな状況になってるようですけども、皆さん元気でしょうか。またみんなで、学校にも遊びに来てください。また一緒に飲みましょう。松本君、どうか幸せな家庭を作ってください。